はいどうも、皆さんこんにちは。今日1月の25日の金曜日です。今日はですね、短時間なんですけども、階段でトレーニングをね、やっていこうかなと思います。今期、よくね、私は冬季練習の中で階段トレーニングを取り入れてまして、それはね、軸をしっかり意識するっていうことと、地面を力強く叩いていくっていう、そんなことをイメージして、階段トレーニングやっていくんですけれども、たまたま、昨日ですね、ツイッターの方から質問がありまして、設置時間を短くするためにはどうしたらいいでしょうかという質問をいただきまして、せっかくなんで今日は、その階段を使って、ですね、設置時間を短くするというトレーニング、これ私の考えですのでもしかしたらね、何か間違っている部分とか誤解している部分があるかもしれませんが、設置時間をね、短くっていうことは、皆さんね、いろいろ陸上を速く走るためにね、考えている方たくさんいると思いますので、今日はね、そんなことを説明しながら、階段のね、トレーニングをやっていこうかなと思いますので、今日もよろしくお願いします。はい、じゃあ行きたいと思います。でですね、実はですね、設置時間を短くするよりも何よりも、大事なことがありまして、それはですね、強い力で地面を叩いていくっていうことが、とても大事です。例えばバットでですね、ボールを遠くへ打つためにスイングスピードってすごく大事なんですよね。その芯で捉えるっていうことももちろん大事なんですけど、野球のバッティングでいうその芯で捉えるっていうのは、いわゆる陸上でいうと、その軸をしっかり作って姿勢をね、よくして、反発をもらいやすくする、姿勢を作るっていうことが、バットの芯に当てるのとね、同じような意味合いかなと思うんですけど、とにかくバットを早く振らないとボールは遠くへ飛ばないように、走るっていうこともとにかく強い力で地面を叩いていくっていうことが一番大事になってくるので、最優先して考えるのは設置時間の、時間よりも強い力で地面を叩いていくっていうことを、意識しなければいけません。はい。でですね、よく、設置時間とか軸の作り方っていうので、僕が、説明するのが、この階段のね、連続ジャンプになってくるんですけど、こういうやつです。しっかりね、体の軸を作るっていうことと、膝をね、あまり曲げないっていうこと、それからイメージとしたら、例えばなんですけど、熱い鉄板を触るのに、こうやって触らないですよね。こういうふうに、触ると思うんですけど、それと同じように地面を、踏むというよりも叩くっていうイメージの方が、僕はね、その設置時間を短く、できるんじゃないかなっていうふうに思っているので、こういう練習もするんですけど、実はこれってあまり走るっていう動作につなげづらいので、僕はそんなことを踏まえて階段トレーニングをやったりとかします。はい。はい、じゃあちょっと、やってみましょう。まず最初にですね、悪い例をいきたいと思います。悪い例。はい。
はい、今みたいな感じで最初にやった悪い方は、重心よりも前に足をねついてしまうと設置時間も長くなるし余計な力も使うし、やっぱりこう速くないと言いますか重心の移動が遅くなっちゃうんですけど、いい方って言ってもいいかどうか分かんないですけど、方はしっかりね、強い力で地面を叩くことで重心の移動がポンってね速くできるので、結果としてしっかりと、重心の真下軸の真下でねこう設置をすることができてくるっていうことなんで、いいことずくめだと思います。まあ、とにかくね、設置を早くするっていうのは結果として早くなるということであって、設置時間を短くするっていうことを最優先して考えるのではなくて、いかにですね自分の重心を素早く移動させるために、強い力で、いい位置に足をねポンって地面に、蹴る地面を叩くことができるかどうかっていうことの方が、大事ですので、皆さんもですね、階段、いろんなところにあると思いますので、まあ、周りの人に注意しながらですね、こんな練習をしてみ、たらいいかなとそんな風に思います。はい、はい、ということで今日の練習はまあ大体こんな感じで終了したいと思います。でですね、明日、土曜日なんですけども、午後3時ぐらいから、YouTube のですねまたライブ配信を、しようかなと思ってます。せっかくのねライブですので、前回の時は冬季の走り込みの練習メニューなんかを、まあ、皆さんにねお聞きしたりしたんですけども、明日は、なんか変わった練習、なんか皆さんが学校とか、いろいろやっている変わった練習とかですね、あとなんかこんな練習したら僕速くなりましたみたいな、そんなことをですねなんか皆さんと、その情報をですね、共有できたら面白いかなと思いますので、だいたい午後3時ぐらいからね、1時間ぐらいをね目安にライブ配信を予定してますので、皆さんぜひ明日ですね遊びに来てください見てください、よろしくお願いします。ということで今日の動画はこれで以上になります。いつもね本当にご視聴コメントありがとうございます。これからもよろしくお願いします。それではまた、さよなら。